酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、新発売のね、こちら、ローソン限定みたいですね。の、アサヒの、ウィルキンソンのトニックウォッカ。違う。トニックプラスウォッカという、まあ、いわゆるカクテルで作るならば、ウォッカトニックというところでしょうか。うん。パッケージというかイラストデザインがね、あの、ウィルキンソンのね、まあ、ウィルキンソンっていうのは有名な、あの、炭酸水のメーカーなんですけど。まあ、ね。アルコール度数 5%。で、原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料。甘味料は使われてないと。これは、あれだな。いいね。まあ、トニックウォーターは俺好きなんでね。まあ、それにウォッカ入れたっていうやつだから、まあ、まあ普通にうまいんじゃないかな多分。ね、これはお酒ですって書いてこれはお酒ですってなんか、割とデカめに書いてある。まあ見た感じね、あのなんか、炭酸水かなという、まあウィルキンソンのね、炭酸水かな俺ウィルキンソンの炭酸水、最近あの5ケースぐらい買ったんですけど、あの、缶のやつね。250ml の細めの缶のやつを買ったんですけど、非常にこれにパッケージが似てるので、まあ、紛らわしいといえば、紛らわしいかもしれないですね。ちょっと久々に氷を入れて。いや、あれね、あれ言ったかな？ちょっと言ったか忘れたんですけど、あの、スーパーでね、ものすごく安くね、売ってたんですよ。ウィルキンソンのね、あの炭酸水がね、一本ね、あの、税込みで31円で売ってて、250ml のやつが31円で売ってるってことは、普通に考えて、あれなんですよ。2本買って 500ml の、にしたとしても、値段が62円という、ものすごく安くて、はぁと思って、一瞬目を疑って、マジかーと思って、大量に5ケース買って、買ってきたんですけど。まあ俺結構、あの、炭酸水はよう使えますからね。まあ、使いますんで。まあまあ、まあいいかな。あの、ハイボールにしてね、よう飲みますから。そんじゃ、乾杯。え？これうまい。あ、これはうまい。これはうまい。今までになかった、このトニックウォーターの、あれってあんまり、いや、あるか。ジントニックとしてはあるんだけど、あれ、ジントニックって、カクテルパートナーだよね。とかのジントニックっていうのはあるんだけど、なんかあっちよが、断然スッキリしててうまいな。あ、これうめえな。あ、やべ。これうめえ。めっちゃうまい、これ。マジか。カクテルパートナーとかのジントニックとかね、あの、ジントニックの、あの、チューハイ。で、甘味料とか使われてんじゃない？やけに俺嫌いなんだけどな、ああいうの。うん。ちょっとあの、ジントニックに似てる。非常に。しかも普通に作ったジントニックみたい。
ほろ苦い。ほろ苦いっていうか、グレープフルーツみたいな苦味と、まあ、トニックのね。うん。これはうめえ。甘味料も入ってないし、ちょっと待って。カクテルパートナーのジントニックでちょっと見てみるか。多分ね、甘味料使われてるんですよ。あ、やっぱり。アサヒのカクテルパートナージントニックは、甘味料使われてるんですよ。道理で、味が全然違う。あっちのね、ていうか、基本的にあの、よくある、ジントニックに比べると、断然スッキリしてる。まあ、こっちはジンを使ってない、ウォッカ使ってるっていうのもあるかもしんないけど、まあ、基本的にウォッカもジンもね、ぶっちゃけて言うとね、あんま変わんないっす。あの、あんま変わんないっていうか、あの、ジントニックにするっていう、意味で言うと、あの、違う、トニックウォーターに入れるっていう意味で言うとね、まあ、こっちの方がスッキリはするんだよね、やっぱり。うん、でも非常に味としてはジントニックに非常に似てる。正直。むしろ、あの、それよくは多分甘くないんで、あの、ウォッカトニックっていうと、まあ、ね。まあでも、まあとりあえずあれでな、甘味料使われてないって、ここまであの、マジでガチの、本当にあの、トニックウォーターと、あの、ボッカの、自分でこう作ったと、ような、この味わいを出せるのはなかなか、ここまで味わい、出せるのなかなかないと思うな。チューハイでさ、しかも、ウィルキンソンって全く関係ない。トニックも、だって、ウィルキンソン製のトニックもないでしょ。ウォッカもウィルキンソン製なんてないし。一体なんでこれウィルキンソンなのかって。よくわかんないんだけど。まあ、それはよくわかんないですけどね。まあ、ウィルキンソンって言うと、炭酸水。もしくは、あの、ジンジャーエール、ね、で有名ですけど。ああ、でもこれすげえな。これはすごい。うまい。そうだ。今日ね。ものすごく関係ないんですけど。あ、これのウィルキンソンのこのやつシリーズジンジャーエールプラスウォッカもあるみたいですね。今日売ってなかったけど。一体、あ、6月の2日からこれが発売して、7月の21日からなんか緑色のジンジャーエールのやつも出るみたいですけど。ローソンが先行って書いてあるから。まあ、基本的にローソンで売ってるということか。これ新発売、昨日発売されたやつか。あの、今日ですね。あの、俺、あの、耳と鼻が悪くて、結構、あの、鼻噛んでる時が
動画でもあると思うんですけど、なんか鼻がね、常に詰まってるような感じなんですよ。で、鼻水も結構出て。で、まあそれに通じてですね、鼻と耳って繋がってるんですよ。繋がっていて、それでね、俺、幼い頃が中耳炎とかになったりして、鼻が詰まってるから結局、空気の通りが悪くて、で、なんかジュクジュクした、まああれか、ちょっと汚い話になりますけど、耳垢が結構湿った感じのタイプなんですね。でね、あんまりね、湿っているっていうのはあんまり良くない。耳の中で言うとね。それで、今日、まあ、なんか耳垢がなんか溜まってるような気がして、なんか全然ね、こう、綿棒とかで取ってもなんか取れないような、なんか違和感があって、で、今日耳鼻科行ってきたんですけど、で、耳垢取ってくださいって言って、言ったんですけど、なんとですね、そこの、まあ、耳鼻科よく、まあ、昔もよく行ってたんですけど、まあ、もともとちょっと耳も悪いっていうか、まあ、中耳炎とかになったりしてたんで、で、行ったんですけど、耳垢をね、取りに行って言っておいて、なぜか、いろいろとですね、聴力検査と、あとは、鼻のね、レントゲンと、取られて、で、あと鼻のなんか になんか蒸気みたいなのをブーって入れるやつやらされて、で、なんか、先生に、実はそのね、耳鼻科10年前からね、割とかかりつけなんですけど、よく行ってたんです。耳鼻科、ね、中耳炎でね、行ってたんですけど、俺よく耳かきで結構いじくる癖があったりして、ただれたりしてたんで、だから、結構癖がね、癖でなんか書くみたいなんですよ。それで、まあなんか、やっぱ書いてるねーとかって言って、あんま書かないようにねーみたいな。こう何度も再三言われて、まだ書いてるっていう。で、何なんですかね。なんか、先生にまあそんな感じでいろいろ言われたんですけど。で、なんやかんや。なんやかんやってね。薬代と、全部含めてね、7000何ぼ取られましてですね。どうなってるんだって。本当は耳かきしてもらいたいというか、耳垢を取ってほしいってだけで言ったんですけど、耳垢取るだけだったらね、1300円ぐらいで済むらしいんですけどね。保険聞いて、まあ薬も出ないですし、ね、それだけで終わるんですけど。なぜかね、レントゲンとか取られて、薬もなんかいろいろたくさん出されまして、ね、余計なことすんなよって。で、まあ、鼻のね、レントゲンの結果なんですけど、なんか、やっぱり、鼻の穴のなんか、あれが、なんつったっけな、蓄膿症みたいになってるらしいっていう。蓄膿症のなんか、影があるね、とか。言われたんですけど、まあね、うちの
弟もですね、蓄膿症で最近手術したんですけど、まあ、やっぱりなんか、もともと親がね、親のね、父親の方がなんか、かなり、鼻とかが悪いんで、まあ、余計なとこ遺伝したなと。ね。本当に。まあだから、なんか先生もなんか言ってたんですけど、父親がまあもともと悪かったのかもしんないね、とか言われました、ね。まあ。常にな、左のね、鼻がなんか詰まってる。なんか詰まってる。だから、なんかおかしいなとは思ってたんだけど。やっぱり蓄膿症か。蓄膿症。まあ俺の弟はね、本当に最近、蓄膿症で、あまりにもひどくて、手術して、取り除いたんです。取り除いて、その中にある、その、膿みたいなのが大量にあったから、全部吸い出して、で、あとなんか鼻を、へん曲がってるらしくて、骨がなんか曲がってるとかって言われて、そんでそこを骨削って、鼻孔拡張したらしいです。はい、ということで、3345です。こちらめちゃくちゃうまいです。これはね、本当にウォッカトニック。ウォッカトニックを、カクテルを自分で作ったっていう、その味、そのものですね。ぜひ、お飲み、になってください。これローソンです。ローソンで売ってます。それでご視聴ありがとうございました。